どうもこんにちは、今山の中をお宝ハンティングしてますよ。でこのシーズンのお宝といえばこちら、ちょっとなかなか見当たらなかったんですけど、実がついている猿なしを見つけました。これアップになるかな。かわいいです。ちょっとね高くて取れません。猿なしはガッキ大将の食べ物って言われていて、本当木登りが得意なガキ大将がツルツルツルと山にその高い木に登って取りに行くか、まあ、猿かしか食べれなかったって言われています。ちなみに猿ですけど、猿も触らないということで、猿がいない木、猿なしというふうな言われと、猿が全部なんか取って食べちゃってなくなるっていうで猿なしっていう名前の由来になったっていう、まあ、2説あったりしますけど、どちらが正しいのかわからない。まあ自分自身は猿が取ってるのを目撃したことはないです。まあ猿がね取るよりもこの実に関しては人間がかなり早くから収穫してきたんじゃないかなと思っていますけれども、猿にはやらねえよっていう、まあそういう意味だったのかもしれません。本当に幻の実と言われています。はい、これがね自分の家にあると思ったらなんかちょっとね嬉しいですね。ちょっといい場所があれば、あの挿し木用に少し芽をもらって帰ろうと思ったんですけど、ちょっと高すぎて、残念ということで。お杉はたくさんあるんですけどね、なかなかメスの木が、実がたくさんなってる木が、見つからなくって、まだなかなか家に帰れません。それでは